たの。でちょいちょいなんかシーンってなる。目の前にケーキがあるだろ、食べろよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっと来てもらえますか。ほいほい。リロウが一人前に成長しました。成長した。この子の成長のために旅に立つか、マンションに一人暮らしさせようと思います。あれ、今アイドルとかあったっけな。どちらがこの子のためになるでしょうか。一人暮らし一応。でももうマンションには決められないようです。保留だ。これは保留だな。はい、オッケー。誰かが引っ越すまで少し待つことにします。ふんふん、オッケーです。はい、おっと、まだちょっと来てもらえますか。はいはい。ヨウコが一人前に成長しました。ってことはここも保留ですね。この子の成長のために旅に立つか、マンションに一人暮らしさせようと思います。うんうん。どちらがこの子のためになるでしょうか。保留で。でももうマンションには綺麗屋がないようです。何人いるんだ今回。誰かが引っ越すまで少し待つことにします。まだなんか生まれる子もおったよね。おらんかったっけ。あ、ほら、まだなんか来るよ。ちょっと来てもらえますか。ふんふん。ほら、生まれた。私たちに赤ちゃんが生まれました。ふんふん。男の子と女の子、どっちだったら嬉しいですか。どっちも嬉しいです。女の子でした。キリッとした子だな。イメージ通り。どんな子に育ってほしいですか。自然に任せましょう。二人で名前も考えたのですが、うんうん、私のあやりと夫のノアから取ってのりにしようと思います。ほう、なるほど。いいんじゃないでしょうか。のりも大切に育てます。うん、温かく見守ってやってください。のりちゃんっておったけど名前。おハートがあるぞ。ハートが、おさっちゃんやん。おぬぬぬ、なに、誰相手。実は私、ヨタもシュウヤも好きなんです。ほう。どっちに告白すればいいでしょうか。え、待って待って待って。え、ルタくんはあれやん。ちはやさんがおるやろ。しゅうやさん、あれ、おらんかった、おった、わからん。わからん。とりあえず、しゅうやさん。どんな感じで告白したらいいですか。ちょっとわからないんで。え、でもおったような気がしなくもないな。歌で。告白する場所はどこがいいでしょうか。あ、でも今めっちゃいい感じに。浴衣とか着とるけん、どうしよう。浜辺か屋上。まあ屋上って言っても別に花火上がっとるわけじゃないんやけど。浜辺にしよう。その前に着替えた方がいいですかね。いや、そのまんまでいいと思うよ。このままで。わかりました。なんかのイベント帰りってことで。イベントがあったんかどうか知らんけど。来た来た。でもなんかどっちも相手おったような気がするな。あなたの眼差し、まるで太陽。日焼け止めはいらないわ。私も連れて行って、サマータイムの向こうまで。終わりです。どうでしょう。どうでしょうって言われても困るけどね。ごめんなさい。振られた。はあ、残念な結果に終わりました。どう、リベンジとか行かないっすか。だいぶ落ち込んだけど。振られちゃいました。あ、なるほど、リベンジはしない感じね。じゃあまあとりあえず、なんやっけ。キムチで機嫌直してよ。キムチ、キムチ。キャビアやった。はい、キムチどうぞ。いただきます。はい。
どうすか。まあどうすかっていうかね、好きなことは分かったんやけど。大好物だったようです。もうキムチで復活できるぐらいのレベルやけん大丈夫。全然大丈夫。お礼にこれもあげます。うんうん、実用品万華鏡をもらいました。ありがとう。昨日の夜はこの方が電話しちゃいました。あ、マジで？もしかして告白するっていう話をしとったんかな、親友のほのかちゃんに。しゅうやさん、相手おったんかな。てかどこやったっけな。いや、もう全く把握できてないけんな。え、どこだ、そんな上の方やったっけ。あ、ここや、しゅうやさん、お呼び出しします。めっちゃ疲れてる。あゆらのそっくりさんでしたっけ。そうですよ、忘れないで。俺には親友がいます。あー、ありがたいことです。ほらー、ミントさんや。なるほどね、そことか、そこと付き合ってたんだな。結婚はまだしてなかった。なるほど。はい、それじゃあおにぎりでもどうぞ。いただきます。うんうん、この好物の手作りチョコっていうのはきっとミントさんの手作りチョコってことなんやろうな。あ、まあまあ美味しかった。よかったよかった。せっかくだから遊びませんか。ふんふん、遊びましょう遊びましょう。帽子シルエットクイズ。シルエットに表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。シルエットクイズ第1問。第1問、これは何でしょう。ボンネット。答えはボンネットでした。イエーイ。シルエットクイズ第2問。第2問、これは何でしょう。ほ、ヘルメット。答えはヘルメットでした。ヘルメット。シルエットクイズ最終問題。最終問題、これは何でしょう。頭巾。答えは頭巾でした。よし、全問正解。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。一番大きいので。お宝、鍵盤ハーモニカをもらいました。ありがとう。はい、それじゃあ、お、ハート2つ目。コモカちゃん、コモカちゃんは相手おらんかったんじゃない。ほら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 、あなたのそっくりさん、1ヶ月ぶりですね。そんなですっけ。どうもどうも。どうやらケンが私のことも好きみたいなんで。ケンくんはもうあれだよ、リンちゃんとめちゃくちゃ長い夫婦だよ。めちゃくちゃねえ、考えすぎだよ。そうかもしれませんね。うんうん、この髪型飽きてきました。だから今度はもし新しいトモコレが出るとしたら、美容室を作ってくれ。髪型も変えれるようにしてくれ。はい、おにぎりどうぞ。いただきます。今のところ髪色しか変えれんもんね。結構美味しかった。よかったよかった。はい、そして、じゃあみんなに募金を募りに行きます。さあ、じゃん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 入れてってくださいまし。今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。カメラマンか。はい、そしてミーニュース見てこう。文字になりました。ミーニュースをお伝えします。本日ゆうとお誕生日や、おめでたい。あゆの市のホテルで開かれたお誕生日会の模様をお送りします。ハッピーバースデーツーユー。
Happy birthday to you. いいね、いいね、おめでたいね。Happy birthday, dear Yuto. Happy birthday to you. おめでとう。おめでとう。おめでとう。ありがとう。おめでとう。マジのみに聞きました。生まれてきてくれてありがとう。いいね、いいね。さんも今日だけは主役ですね。今日だけとか余計な一言はいらないの。いらないの。ありがとう。おお、なんだなんだ。ちょっとすみません。どうしてもノリが鳴ってくれないのですが、助けてくれませんか。はい。じゃあ子守を引き受けましょう。ありがとうございます。ノリ、アユナのそっくりさんだよ。ほらほら、最近とても不調な子守。お、でも今回はいけそうな気がする。ほらほらほら、もういいよ。ほら、早く引き取りに。あー、ほら不機嫌になるって。あ、ほら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 、今だ今だ。はい、今。あー、引き取ってくれ。お、でもいいぞいいぞ、ご機嫌だぞ。そろそろ、ね、ほらいいね。ノリの機嫌もいいね、いいね。良くなりました。うんうん、よかったよ。アズナのそっくりさん、ありがとうございました。お礼にこれもあげます。実用品オルゴールをもらいました。ありがとう。お、女子会が開催されている。何やら女子が集まってます。女子会。やっぱりやっぱりやっぱりってなんか失礼じゃない。ピサのジュースを飲むと体にすごくいいらしいよ。ピサのジュース、聞いたことある。いや、でもなんかいろんなジュースがあるもんね。なんかあっても不思議ではないような気が。ブーブークッション型の石。幸せになれるってやつ。私も知ってる。あ、それ聞いたことある。マジでそんなに有名なの。ねえねえ、この島で誰が一番かっこいいと思う。みんなのこのね、話題の切り替えめちゃくちゃ早いよね。私はレッスングだと思うな。え、ちょっと待って、どうすればもっと頭が良くなるかな。何、全然関係ない話になったんですけど。特殊じゃない。どういう話題の切り替え方。確実に今じゃなかったよ。手紙かな。ほら、みんな急激に。何かあったの。で、ちょいちょいなんかシーンってなる。目の前にケーキがあるだろ、食べろよ。誰もペペロンチーノ頼んでないけどね。贅沢なのか。ルビーのペンダントの話ばっかりしてたよ。そんなにいいのかな。目に浮かぶね。あ、してそうしてそう。ところで、なんか美味しいもの食べたいね。めっちゃお腹空いとるやん。食べろ。この店のコンビニ弁当は美味しいらしいよ。コンビニじゃないのに。検索しないとね。ねえ、私ってどう思われてるのかな。うん、ちょいちょいなんかシーンってなる瞬間があるのは一体。仲いいんだよね。仲いいんですよね。でもなんか話題が途切れんのはすごいけど、でもなんか、なんやろね、無理やり話を続けよる感がすごい。え、キャンディーさん入ります。あれ、キャンディーさん、さっき女子会におらんかった。お腹すいた。お腹すいた。おお、紹介、いいやんいいやん。なるほど、最近というかさっき失恋したばかりの。いいと思います。うんうん。たっくんって相手誰もおらんかったんやっけ。うわー、でもなんかもうすでになんですけど。うわー、もうあれだよ、時が過ぎ去るのを待ちよるって。地獄の時間やって。ほらー、もう終始楽しくなさそう。
多分これ最初から終わりまで全く盛り上がらずに終わるよ。ほら、今日はありがとう。こちらこそありがとう。とりあえずね、ありがとうは言っておくけどもですよね、そういう雰囲気やったよ最初から。危なかったみたいです。でしょうねそれもめちゃくちゃ。ちょっと自分が紹介した2人がうまくいかんかった限定現実逃避早すぎやってはい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、一組ぐらいうまくいくかなと思ったんやけどな。というかあれよね、紹介はうまくいくかなと思ったんやけど、ちょっと無理そうやったね